Eigen.1万6000300人、今回の日本武道館大会も満員御礼のお客さんで埋まりました。場内は一斉に馬場コール、まず先頭2号谷と、その後ろにいらっしゃる木村、そしてこの大歓声、圧倒的な声援に包まれて、ジャイアントボラがゆっくりとこのブルーのマットに歩を進めてまいりました。 東京ドーム大会ではまさに馬場プロデューサーの芝に決まりました。初めての全日マット東京ドーム大会を成功、そしてこのホームグラウンドの日本武道館のリングに馬場が姿を現しています。今日は黄色が基調のこのペイントを見せました。ハルカ高さぶりのボードを噛んで、さあ、唾がどこまで飛ぶんでしょうか。エーゲン・ハルカ、今シリーズはシリアスな戦いも見せました。フチ・マサノブです。赤コーナー202番のモモタ・ミツオ、ファミリー軍団、まず最初にコールされましたのがモモタ・ミツオ。ラッシャー・キムラ、こっちを向いてよ、キムラ君、ラッシャー・キムラであります。300番のジャイアント・バーバー、 そしてリングの中、悪役紹介は淵正信です。今シリーズの後楽園ホール大会では高山組、そのシリアスな関節技の鬼の姿も存分に見せました。くるっと回って逆さを抑え込みはカウント2。早くも馬場にタッチ。さあ、馬場が姿を現しました。日本武道館のリング上です。 桃田光雄からラッシャー木村を挟まずにすぐさまこのジャイアント馬場が入ってまいりました。当然のことながら青コーナーは引いています。低い体勢になりました。フチ馬場の左の腕を絞った。もう一回絞っていく青コーナーからは参謀役のエーゲンがもっとひねれという声をかけています。腕を取った。 馬場の145キロの体重が淵の左の肩、腕にかかってまいりました。おっと、思わずこの泉田のカットに顔をしかめました。ちょっと今日の馬場の顔は穏やかではありません。なかなか立ち上がれないジャイアント馬場。 さあ、それを見て淵が背後に回って、泉田がリングの中、そしてエーゲンも入ってきた。ヘッドバットを2連発、3連発。あっと、エーゲンはちょっとここで無視されました。さらなる攻撃を仕掛けようというエーゲンではありましたが、馬場がすかさず赤コーナーに戻ります。そしてここでラッシャー木村、重厚感あふれる木村のチョップで赤コーナーにエーゲンを引きずり出しました。 さあ、チョップの乱れ打ち、さあ、これが出てくるとそろそろ嫌な時間帯になってまいります。エーゲンがニュートラルコーナーに押し込まれて、ここはフチがカット、ああ、嫌な予感がしてまいりました。放送席の目の前にモモタ・ミツオ、そしてリングの中にはエーゲン・ハルカ。さあ、まずは飛べという、いつもの儀式を見せようというところ。しかし、これでエーゲンが飛んだ試しはございません。 さあ、今宵日本武道館のリングでエーゲンが飛ぶことがあるんでありましょうか。いや、ない。飛ばされて、泉田、泉田がリングの下に落ちた。さあ、さあ、これは危険だ、これは危険だ、これは嫌な予感がする。うわー、飛んだ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 、
危ない。
今私はリングの中のジャイアント馬場選手と目が合ってしまいました。嫌な予感。あーっと、もう一発、もう一発いった。いやー、今日は放送席に大いなるサービスをしてくれますファミリー軍団および悪役紹介であります。ここで桃田がラッシャー木村に加担しようというところ、エーゲンがまたしても場外だ。そしてリングの中は縁を捉えた桃田と木村、その先にはジャイアント馬場が待っています。ダブルで土を馬場に振って16番炸裂、連携プレーが見られましたファミリー軍団。さあ馬場と木村が縁をロープに振って、あーっとラリアットのキック、16番ラリアット炸裂、スリーカウント。最後は社長が縁の左足をしっかりと抑えました。素晴らしいアシストを見せましたジャイアント馬場、なんとも涼しい顔をしております。エグアニメーション映画でもののけ姫って知ってるか？その主題歌を歌ってる目が吉和っていう人は、顔がこれが全く永遠にそっくりなんだよ。永遠決して悪い顔じゃないよ、永遠に似ていい顔してるんだよ。それにしてもフチ、お前今シリーズは開幕戦から今日の最終戦まで毎日控え室でナッチューノーばっかりやってたらこの野郎こういうことはね、泉田ちょっと来い、ここへ泉田ちょっと来いよ、早く来い。俺が今から言うから、その格好をな、そこでやってくれ。いいか、なっちゅーの。ファンの皆さん、本日のご来場、誠にありがとうございました。創立25周年記念企画、王道リスペクト。全日本プロレス25年の名勝負をプレイバックする王道リスペクト。今回は昭和52年の世界最強タッグザ・ファンクス対ブッチャー・シーク組の壮絶な一戦である。そしてすぐにチビットファンはまだまだスタミナを秘めていますが、シークはシークが右手に何か持っているぞ。狂気か、狂気のようだ、狂気のようです。狂気ですね。あっと、テリーファンクの右の腕ですね、腕に、あ、差し込んだ、危ない。あー、悲鳴を上げるテリーファンク、大変です。さあ出血かどうか、テリーファンク我慢する。あ、さあどうだ、どうだ、あ、出血、腕が切れましたね、切れましたね、いい腕ですからね、危ないぞ。あ、フォークで刺した、フォークで刺しました。アブダラ・ボッチャーの恐怖の目、恐怖の目、アブダラ・ボッチャー、あーっと、またしてもフォーク突き、フォーク突き、あーっと、止まらない、止まらない、凄惨なシーンです。あーっと、さらにえぐる、腕をえぐります。ブッチャー・シーク組の狂気攻撃にテリー・ファンクの右腕はもはや戦闘不能状態。リング上では兄ドリーも血祭りに挙げられようとしていた。その時ブッチャー・シーク組の狂気攻撃にテリー・ファンクの右腕はもはや戦闘不能状態。リング上では兄ドリーも血祭りに挙げられようとしていた。その時テリーの左腕がうなりを上げた。テリーがいった、テリーが左のパンチ、ストレート、もう一発ストレート、正面から期待に当たりました。ストレート攻撃、サウスポーのテリーファンク、やりますね山田さん。そうですね、これがね、本当にテキサスブロンコの魂、テキサスブロンコの魂、本当ですね、勇気があります。テリーファンク、ものすごい勢い、あ、これで鳴った、これで鳴った。試合はブッチャー・シーク組の反復負け。
その結果タッグチャンピオンの栄光はザ・ファンクスに輝いたのである。終始フェアプレーを貫き通した彼らの姿に蔵前国技館は感動に包まれ、日本でのテリー人気を不動のものにした壮絶な一戦は今もなおプロレス史に燦然と輝いている。ニュートラルコーナーに自らエスケープしていったウィレムスです。そのウィレムスの顔をかきむしっていく。先日の船橋大会でもタッグマッチではありますが、この井上と激しいバトルを演じてきました。トップロープを利用して顔を摩擦していく。井上がラフ殺法に出ています。そして膝をついているウィレムス、首投げフレームウェアストッピング。井上の108キロがこの顔面を捉えています。いつもよりやや動き、序盤の動きを見ると精細に描いている感じがするこのスティーブ・ウィレムスです。さあ日本武道館、今日も1万6300人満員のお客さんがスティーブ・ウィレムス殺人医師の殺人オペを待っている。しかし押し込まれているウィレムス、一発反撃でエルボーを放ってきました。目のあたりを抑えている殺人医師スティーブ・ウィレムスです。全日本のマットに上がった1990年、その年の12月7日同じこの日本武道館でテリー・ゴディとのタッグで第12代の世界タッグ王者に輝きました。そしてその年90年と翌年91年の世界最強タッグ決定リーグ戦を制しました。2連覇を達成したこのスティーブ・ウィレムス。そして快進撃は続きます。94年です。94年7月28日、同じこの日本武道館、当時三冠ベルトを保持して7連続防衛中だったあの三沢を殺人バックドロップで沈め、第11代の三冠王者になりました。日本武道館が似合う男スティーブ・ウィリアムス、108キロのこの井上雅夫の機体を軽々とリフトアップ、余裕を持って投げ捨てていきました。そしてコーナーにいるエプロンにいるこの大森に対してトライアングルオブパワー、トップのトライアングルを見せつけました。さあそしてあっと、これはうまく井上が避けました。大森がラリアットです。そして割って入ったウルフを井上と大森がダブルエルボーで応戦していきました。そしてダブルの攻撃を見せるのか、ダブルのブレッドスター123キロのウィリアムス、井上と大森のダブルのブレンバスターを食らいました。さあタッチ成立して、赤コーナーは大森高尾です。大森高尾デビュー6年目、28歳であります。現在は無冠であります。この大森高尾、もう守るものはありません。アジアタッグのベルトをなくしました。さあウィリアムスが放送席サイドのニュートラルコーナー、ダウンしたままであります。これはここのところのウィリアムスを見ていると珍しいシーンです。仰向け状態のまま立ち上がろうとしません。そこに容赦なく大森がストンピング、そしてニードロップ、たまらずリングの外にエスケープしていったウィリアムスです。スティーブ・ウィリアムス、そのウィリアムスに向かってリング下、井上雅夫が腕を取りに行こうというところ、ストンピング肩のあたりです。あった、ナックルパート、まともに入りました。さあ青コーナーのこのスティーブ・ウィリアムスが捕まる時間が長い。あった、直撃いたしました。ニュートラルコーナー背中を強打しました。思わずこの6メーター四方のこのリングが揺れました。日本武道館、大森と、さあその大森が青コーナーのウルフを落としました。ウィリアムスを捕まえている。さあ大森が来た、脇腹へのストンピングです。膝をついているスティーブ・ウィリアムス38歳、まだ顔には余裕があるでしょうか。スティーブ・ウィリアムス変形のコブラツイストのような体勢、たまらずウルフがカットに入りました。さあ仰向け状態、八角形の日本武道館の天井を見つめている。さあ大森の急所へのナックルパート、これはいけません。さあ膝をついたまま立ち上がろうという気配がありません。どうした、
スティーブ・ウィリアムス、常に全日本プロレスの最強外国人レスラーとして君臨してきました。2階席の方を映ります、目が映ろう、そのウィリアムスに向かって後ろから引っこ抜こうというところ、自らの赤コーナーに押し込んできた大森です。待ち構えていた充電たっぷりの井上正雄、膝から崩れ落ちていますスティーブ・ウィリアムス。123キロ188センチのこのウィリアムスの巨体が今日は何かひときわ元気がなく小さく見えてしまうのは私だけでありましょうか。さあ反対側、あっとハイキックが待っていた、もう1回、さあ2連発で食らったハイキックだが、さあどうだ、パワースラム投げっぱなし、3メーターほど飛んだでありましょうか。カバーに入ってカウント2、今のはいい攻撃を見せました井上。今日も日本武道館2階席3階席の方から例のマサオコールが響いている。さあ持ち上げた、日本武道館復権に達するアルゼンチンバックメーカー、ブルジンがカットに入っていますが、今は井上のいい攻撃が出ました。パワースラムからブロッキー状態のウィリアムス、123キロのこの巨体を軽々と持ち上げました。青コーナーはウルフが手を伸ばしています。まだ井上は立ち上がれない。さあタッチ成立でウルフだ、ウルフが振ってきた、ダイビングショルダー、さあウルフ狼が吠えた。このウルフホークフィールド現アジアタックのチャンピオンです。その井上を投げてラリアット、ウルフのラリアットです。もう一回逆サイド、ラリアット2連発、崩れ落ちたマサオ、カウント2つで返しています。さあ現在このウルフホークフィールドが持っているアジアタックのベルトというのは43年の歴史があります。1955年11月16日以来持ってきたアジアタック。ターボドロップ2、カウント、おっと今のはカットに入ったウィリアムスがこの大森に激突していきました。現在ベルトを持っているこのウルフホークフィールドチャンピオンの余裕か、大見えを切りました。もう一回か、さあ大きなスタイルキックだ、そして青コーナーラリアット、達人医師のラリアット、井上にも達人医師に火がついた、スティーブ・ウィリアムス、スティーブ・ウィリアムス、一瞬の隙をついたスーパーヘビー級の技には恐ろしいものがあります。自らの体を浴びせていく、おっと持ち上げて、おっとオクラハマスタンピード、カバーだ、カルトが2つ入っている、力で返しました井上。さあ序盤は防戦一方だったスティーブ・ウィリアムスが、あっと殺人が来るか、いや返した、井上が返している。かつて第10代の三冠チャンピオンだった三沢をこの殺人バックドロップで攻めました。そしてドクターボム、大森がカット、さあウルフが割って入ります。試合の権利はスティーブ・ウィリアムスと井上正夫です。リングの下の大森に向かってウルフが振ってきた、そしてトライアングルオブパワーをコブに出します。うつ伏せになっている井上正夫、さあ余裕を持ってこの井上を持ち上げるか、リフトアップしてもう1回か、見せますスティーブ・ウィリアムスのオクラハマスタンピード、おっと捉えた、井上を捉えた、バックドロップか、ジャーマンか、ここはなんとか捉えました。そしてあーっと垂直落下式のパワースラムというんでしょうか、これはウィリアムスが脳天から落ちていきました。垂直落下でいきました。さあ沈むのか、スティーブ・ウィリアムスの
人バックドロップ殺人オペを敢行いたしましたスティーブ・ウィリアムズ今宵も日本武道館で殺人オペが行われました16,300人全日本プロレスファンが見つめるこの 6m 四方の四角いリングでスティーブ・ウィリアムズが強さを見せました14分と13秒序盤は防戦一方だったこのスティーブ・ウィリアムズですが最後の最後は殺人バックドロップ垂直に落ちていった井上正雄の首がこのマットに突き刺さりましたトライアングルオブパワーおっとウルフもトライアングルのマークを見せている全日本プロレスの最強外国人レスラースティーブ・ウィリアムズコンブ道館最後の16,300人にその強さを見せましたすでに全日本プロレスのマットを走り続けてきたこのスティーブ・ウィリアムズ強さは健在であります日本武道館が一つになりましたおっとカーブカート珍しいウィリアムスが四方に向かって頭を下げました1998年6月12日20時06分の出来事でありましたリングの外のジャイアント馬場全日本プロレス社長にも拍手をいたしましたスティーブ・ウィリアムズ日本武道館が似合う男今この日本武道館を去ろうとしていますトライアングル・オブ・パワーはフォーエバー全員だというメッセージを残してその背中日本武道館を後にしますお父さん。6月12日三冠ヘビー級選手権を制した小橋健太その小橋への次期挑戦者が決定秋山純先のチャンピオンカーニバルに準優勝骨折していた三沢の左膝を非常なまでに攻め続け飽くなき勝利への執着心を見せつけた今回右膝に爆弾を抱える小橋にとってまさに危険なチャレンジャーそれが秋山である今までも小橋さんを自分のこうなんていうかな基準というか計りにしてきた部分があったんで、それで今全日本プロレスの一番のとこでその小橋さんとね戦えるその点だから自分自身でも気持ち的にワクワクしてるっていうのがあります攻めないで勝てるとは思わないし一番勝つ 最短距離を行きたいと秋山が勝てば史上最年少の三冠王者誕生4月24日サマーアクションシリーズ最終戦ついに全日マットの将来を占う黄金カードが実現する この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。